こんにちは。本日は前回の動画に引き続き、日本の最北端稚内市に来ております。これから視聴者さんからお店のリクエストが来ておりましたので、そちらに向かいたいと思います。リクエストくださった方、本当にありがとうございます。まだまだ受け付けておりますので、行ってほしいお店があればコメントでお願いいたします。海外以外ならどこでも行きます。これから行くお店は稚内駅から歩いて5分のところにあります。ボリューム亭というお店です。どんなお店なのでしょうか。楽しみです。この辺りのはず。ここかな。空いてますように。11時間かけてきたから空いてなかったらショック。空いていました。安心しました。洋食のお店みたいですね。気分的にカツカレーを注文しました。カレーのルーがたっぷりかかったカツカレーですね。いや待ってください、このカツめちゃくちゃ分厚い。伝わるかな、これ。食べると気あご外れるかと思いましたよ。しかも見た目以上にボリューミーでお腹いっぱいになりました。これで1200円という安さ。美味しく安くお腹いっぱいになれて最高のカツカレーでした。次来た時は他のメニューも食べてみたいです。これから夕日を見にノシャップ岬まで行きます。めちゃくちゃ綺麗。一人なので少し切なかったです。実はこの時 YouTube ライブ配信してました。来てくれた0人の方ありがとうございました。夜ご飯何食べよう。近くにスープカレー屋さんを見つけたので入るとします。北海道はスープカレーも有名なんですよね。カレーの種類と辛さ、ご飯の量が選べるみたい。注文内容はジンギスカンのカレーで辛さはゼロ、ご飯の量は中盛り。名物のジンギスカンがこれでもかとたっぷり入ってました。味が独特で好みが分かれると思いますが、自分は好きでした。お野菜もたっぷり入っています。今回は稚内のお店を2つ紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's go.